の哲学者。身体化された認知、社会的認知、行為主体制、精神病理学の哲学の業績で知られる。2011年から、メンフィス大学、リリアンモリーモス哲学上級講座教授を務め、フンボルト基金アンネリーゼ、マイヤー研究所を受けている。2014年から、ウーロンゴン大学法、人文学、学芸学部の専門フェロー。 コッペンハーゲン大学哲学名誉教授、ダラム大学哲学名誉教授、トロムソ大学健康科学部名誉教授も、兼任している。ギャラガーの研究は、学際的であり、現象学、心の哲学、認知科学、解釈学を中心に、特に身体化された認知と、マシュ完成をテーマとしている。ハウザボディシェイプスザマインドとそれ以後の著作において、現象学や、 認知科学の経験的研究を参照しつつ、身体化された認知に詳細な説明を与えており、身体イメージ、身体図式、行為主体感覚、所有感覚という区分の研究を行っている。身体化された認知が持つ哲学的願意を、知覚、社会的認知、行為主体性、自由意志などのテーマに関して探求している。現在主流となっている。 社会的認知の理論やシミュレーション理論を批判しており、身体化された相互作用を強調するアプローチを展開している。相互作用理論は発達科学、社会心理学、神経科学、ナラティブ理論を参照しつつ、他者理解における身体運動、ジェスチャー、表情、行為、コミュニケーション的、ナラティブ的実践の重要性を踏まえた統合理論として打ち出されている。 ギャラガーは、学術雑誌フェノメノロジー＆ザ・コグニティブ・サイエンシズの共同編集委員であり、代表作として次の著作がある。ハウザ・ボディ・シェイプス・ザ・マインド、フェノメノロジー、ハーマヌ・ティックス＆エデュケーション、ザ・イノージナンス・オブ・タイム、ブレスト、ザ・フェノメノロジカル・マインド。また、ザ・オックスフォード・ハンドブック・オブ・ザ・セルフをはじめとして、多くの論文集を編集している。 ギャラガーは次の教育機関で客員教授を歴任した。フンボルト大学、応用認識論研究センター、高等市範学校リオン校、コッペンハーゲン大学、ケンブリッジ大学認知、脳科学ユニット。職歴は次の通り。セントラルフロリダ大学哲学、認知科学教授。ハートフォードシャー大学哲学、認知科学研究教授。 哲学の博士号をブリンマー大学で取得している。また、ビラノバ大学とルーバン大学で哲学をニューヨーク州立大学バッファロー校で経済学を学んだ。ありがとうございます。